とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はいつもと違うソウルビルドをやっていきます。防具はソウルダンサーのローブ、いつも通りですね。で、槍、そして、魂のハンタークロスボウ。で、アーティファクトは、ブーツと、苦痛の矢筒、壊れたビーコン、です。これでいきます。いい感じのところがありましたね。魂が5倍になるところですね。で、敵はトゲを持ってるけども、まあまあそんな問題はないでしょう。うん、トゲぐらいじゃ大丈夫。で、ソウルは、球根もついてるし、一気に溜まります。あれ？ちょっとこれ段差無理なの？段差無理だったんだ、これ。で、これでぶっ飛ばしていく。おう、ソウルはね、全然、余裕で持つ。うん。あ、ビーコン全然、打ちっぱなしでいいよ。うん。ビーコン打ちっぱなしで全然、いけますね。いや、むしろもうソウル余るぐらいだもん。OK。ビーコン強いんだけどね。ソウルの消費が激しいので、ちょっと使いにくいですよね。 OK。 いや意外と減らない。意外と減らせねえな。いや結構だね、ダメージのはずなのよ。でもここまで、いや減る減る減る、うわーって減るには減るよ。 OK。 なんだ、モブ HP130%、結構嫌だな。この先にもいるのかい？あ、トゲだから、ちょうどいいかもね。うん、トゲなので、敵が寄ってこなくて、ちょうどいいかもしんない。おいおいおい！ちょっと待って待って待って。やっぱ敵の HP が上に増えてるんで、ダメだ。なかなか倒せなくなってる。でも行ってみましょう。うんうんうん、普通の矢筒でノックバックさせながらビーコンでダメージを与える、そんな感じで。どうすか。ただこの段差がある時がちょっと無理なんだよな。段差に弱い。 OK。 いいね。いいね、ゴリッと倒せる。じゃあ、ね、この壁ダメなんだね。うん、壁には弱いんだな。でもってこの横にも多分いるんでしょう。あ、いるね。いいぞいいぞいいぞ。いやー、確実に仕留めることはできないけど、オッケーオッケー。いや、これきつい、これきついぞ。オッケー。ちょっとね、虚無かなんか入ってる？あ、なるほど。ささやく槍で虚無を入れてから、攻撃していったら良さそうね。ちょっと待って待って待って。HP が減った。HP 減ったからきつい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 。HP 減ったのちょっときついぞ。ちゃんと、普通の矢筒を打って、危ない危ない危ない、思いっきり食らってるわ。待って、虚無入れて、うわぁ。ちょっときつい、耐久力がないから。 OK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 。 いやでも行こう、このまんま行こう。いや行けるのよ行けるのよ行けるのよ。結構注意していけば全然いける。ジオマンサーの攻撃も結構痛いもんな。オーケー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 。いけ。あー、いる。どこだ。ちょっと待って。あ、でもこれ透明化してると、あ、大丈夫なんだ。オーケー。バッカバッカバッカ野郎。よし、
やい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 や、きっつこれ全然減らない。ちょっと待って、ジオマンスさん鬱陶しいこいつ。何がついた？ちょっと待って、まだいるまだいるまだいる。脅威が2の、いや、ちょっと待って、とりあえず倒そう。虚無入れて、危ねえ危ねえ、虚無入れないとダメージが入んない。なんなの？モブダメージが 30% 増加して、プレイヤー HP 40% 減少のモブ HP、いやいや、これきっつ、かなりきついことになってるじゃん。うん、これ普通じゃクリアできないぐらいのきつさになってるよ。いや、ちょっと待って待てって、ジオマンサー倒してこいつ。倒した？倒しきったね。そうか、流れ込む魂が入ってないのがちょっときついんだ。でも流れ込む魂、入れる隙がないんだよね。いや、ここは、いないでしょ。ここキャプテンいないよね。いた！ちょっと待って、いたぞ。いた、いた。どう倒そう？ちょっと普通じゃ無理だな。OK。いやー、これ無理。待て待て待て、これは無理だって。いや、きつ、これはきつい。ほら、いや、無理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 、これは無理だ。ちょっと待てよ。いや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 、いけ、待て待て、虚無入れて、いや無理、こいつが無理、再生が無理。 OK、 もう逃げよう逃げよう、全部取った全部取った。再生入ってると減らん、全然減らん。あと1回やられたら終わりです。これもうね、透明化して行くしか方法ないよ。無理だもん、うん、とてもじゃないけど勝てない。透明化してビーコンぶっぱしていくしか、これ無理だわ。うん、でももうすでにやばい、もうソウルが足りなくなるからね。だからちょくちょく姿現して、 OK OK、 ソウルを貯めながら行くしかない。まあ、とりあえず最後来ましたね、クリアしましょう。いや、厳しいわ本当に。ちょっと待てよ、危ねえ、おい攻撃すんな、透明化に攻撃しちゃダメよ。こんなんだもん、敵の HP が。とてもじゃないけど勝てん。エンチャント入ってるやつはまず無理だね。 OK、 でエンチャント入ってないやつを、やべ、これやべえぞ、やべ、ちょっと待て、これソウルが足らんな。ちょっと危ない危ない、ソウルギリギリ、うん、ポーションバリア入れてなんとか耐えていくしかない。いやいやいや、全然倒せないもん。いや無理だぞこれ。
ちょっと待って、ソウルをなんとか貯めたいんだよね。でも普通じゃたまらない。あ、いやいや、エボーカーもこれ普通に倒せないわ。これどうすっか。あ、オッケーオッケー。とりあえず姿現して、オッケー。待て待て、そうか、トゲがついてんだこいつら。オッケー。エボーカーはなんとか、あれだね、虚無を入れて倒そう。ちょっと待って、そいつら呼ばないで。オッケー、虚無を入れて。どう？うわー、虚無切れたけど倒せるね。いや厳しいわこれ本当に。はい、ということで今日は新しいソウルビルドをやりましたけども、火力がない、壊れたビーコンではとてもじゃないけど倒せませんね。まあ影の断片と合わせて使うと安全にはいけるんだけども、ちょっと火力不足かな。はい、ということで今日はソウルビルド新しいやつやってみました。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。